どうも、なにわ男子でーす。報告があったとは思うんですけども、うん、はい、10月12日と13日に行われる予定だった、GOGO エキスポがですね、台風19号の影響で、中止となることになりました、はい。楽しみにしてくださってた皆さん、本当に申し訳ございません。まあでもね、皆さんの、安全面が一番大事ですし、そして、ステージを立てることができなかったりとか、新幹線のこの運休があったりとかして、ちょっと大阪に来られることがなかなかできないというかのがあって、今回ちょっと中止という運びになったんですけども、これからもね、当たった皆様は本当に何でしょう。ね、いやでもほんまにこう安全第一をね、これを優先しましたし、まあ何よりね、僕たちも初めての野外ライブでほんまにたくさんいろいろ考えてて、そうですね、あれだったりあれだったりあれだったりあれがいっぱいいろんなねやりたいことありますからね、それがね来年できるようにね、僕らもだって今回のね、これに関しては GOGO、エキスポの曲でね、僕空もそうですできました、ヒャダインさんも作っていただいてくださいましたしね、でもまたこれそうだったらね、そうそう、来年の中でね、そうですね、これで別に終わりじゃないでしょ、そうですね、終わりじゃない、一緒に行こう、みんなで行こうか、やろう一緒に行こうか、俺らも見に行くね、これ一緒にやろうか、あるから、そうですね、またね、こうやって、はい、本当は当たった皆さんには申し訳ないんですけども、僕たちももっともっと、これからも頑張って、また、GOGO エキスポであったりとか、それから僕たちはもう全国ツアーも、はい、行きますので、皆さんとお会いできる機会を、これからもいっぱいいっぱい作っていきたいと思っていますので、これからもなにわ男子の応援など、よろしくお願いします。アイアムティーヴィー